1879年7月、荷川わの種から1882年8月21日は、明治初期の官僚、考古家。博物館の開設に尽力し、また、日本の陶器を海外に紹介した。子、県の長男として、京都に生まれた。陽明与三郎、また、親だね。祖先は、丹波船江郡高谷村の大官であったが、火星した。 明智光秀の敗亡のため、京都に移って、当時の客となり、代々、境内東北隅の屋敷に住んだ。父に学び、また、若い頃から古美術を研究し、すでに1858年、正倉院の宝物も社図に奥書きを残している。1869年7月、東京丸の内道山頂に家を与えられ、次の職歴を経た。在任中の業績に、次があった。 同三町の自宅には多くの陶器を所蔵した。退職前の1876年1月、屋敷の一部を出版書、楽フル社に改め、川端玉将、高橋祐一らを雇い、三小節陶器の部の第一大五冊を、1876年から1878年にかけて刊行し、さらに1869年秋、関西へ調査の旅をした上で、 第六冊を1879年に、第七冊を1880年に刊行した。石版釣りに彩色を施した画集である。京都言動の松田つとが刷った。仏文あるいは英文の解説も付けられ、ほとんどが輸出され、海外コレクターの指標になった。ラクフル社では、同行を集めて、古陶器の当てっこもした。ハインリヒホンシーボルトや、 エドワード・エス・モースも訪れた。ノリタネは1879年初から、モースとシゲ交わって、日本の陶器の鑑識について教え、1000点以上と推測される、古陶器を、送り、あるいは共に町に出て集めた。京ボストン美術館が所蔵する、モース、日本陶器コレクションの発祥である。また、シーボルトの帰国前に次長を含む、少なくとも5冊の書物を送り、 これらは現在、ケンブリッジ大学図書館に、所蔵されている。1882年8月21日、没した。去年47、谷中の葬儀に参列したモースは、死因をこれらと記している。1902年、姉の達子が、三小図説東北河原の信、未小図説河原の信を観光した。焦燥院の所蔵品の散逸に、のり種が関わるとの推論が行われている。 室町時代から続く、夕食古日の学塾で、日本文化大学の前身である。のりたねは、第22代当主である。自身の死後、息子の第一が、第23代当主として引き継ぎ、第一の死後、その息子のおやつが、第24代当主として引き継いだ。敗戦後、白寿書院は、教養学の学校として復興。しかし、親系は、日本の伝統。 文化、秩序が失われていることに喪失を危惧し、ヨーロッパへ留学。帰国後、東京大学で歴史、日本大学で政治、中央大学で法律を学んだ。その後、白樹書院の精神を受け継ぎ、日本本来の道徳的伝統と伝統、英知、美風を継承し時代を背負う優秀な人材を育成する目的で手作り教育、徹底した。 少人数教育を教育方針に日本文化大学の見学に障害を捧げた。なお、1987年におやつが高いした後、弟の近政が日本文化大学の学長に就任したが、1995年以降は一家が学長を務めることはなく、佐々木秀夫、杉田博士、大森吉夫、遠藤豊公が学長を務め、現在に至る。 複製に関する権限書案、複製に関する書状案、明治3年を覚え書き、奈良の筋道客中の記事のほか、ありがとうございます。